今日はお集まりいただきまして、急なお声掛けにもかかわらずありがとうございます。私、小泉一馬、長野市議会議員、長野市長選挙立候補予定者といたしまして、この場をお借りいたしまして、声明を発表させていただきたいということで、今日はやってまいりました。とりあえずちょっと座らせていただいて、お話を続きさせていただきます。じゃあ声明を読み上げさせていただきます。お手元の方に資料がございますでしょうか。長野市を憂える声明。今、長野市の民意と民主主義が軽んじられようとしています。現職市長、鷲澤昭一氏は、今月11日、引退を表明されました。紆余曲折を経ながらも、引退の言葉自体は新たな発想のもと、市民の負託を受けた方に舵取りを委ねたいとの率直で理解できるものでありました。しかし、鷲澤氏の後継と目される保守立候補予定者周辺で繰り広げられた政治ショーは演出過剰ではなかったでしょうか。彼の長野商工会議所会長という責任ある要職を続けるとの断言はあっさりと覆され、会頭職は投げ出されてしまいました。それにもかかわらず、瞬く間に各関連団体から出馬を支持する意見が殺到したのは、どこか不思議な光景ではなかったでしょうか。彼が政策を発表する前からすでに、大政党の推薦が規定のものとなっているのはなぜでしょうか。その政党と国政で対立しているもう一つの政党に属する国会議員が、彼と親戚だからと、支持を公言することは野望であり、公私混同ではないでしょうか。現職市長が72歳で引退を決めたのに、次の新しいリーダーシップを取ると辞任する人物が70代であることに市民は違和感を覚えています。現職市長でさえ、新人として70歳というのはちょっと年なんじゃないのと見るのは、ある意味常識だと、突き放した態度をとっておられます。これらの事象のすべては、長野市民全体の利益が考慮された結果ではなく、自分たちの関係者を市長にしたいとの一念からのものではないでしょうか。このような保守勢力に対抗しようとする立候補予定者すべてに訴えます。市民利益の実現を真剣に考える私たちは、来たるべき長野市長選挙に必ず勝利しなければなりません。互いに反目し合うのではなく、理解し合う努力をこそ優先するべきです。私たちの行動原理は、市民利益に沿うことです。まずは、話し合うことから始め、協調して行動する道を模索することを提案します。今、市民が私たちに期待するのは、まさにその点なのです。平成25年、2013年9月20日、長野市長選挙立候補予定者、長野市議会議員小泉一馬。以上であります。私はこの後、立候補予定の各陣営を回りまして、この声明文を手渡し、また私の政策を添えて、この趣旨に賛同していただきますよう、協調と話し合いの道についていただきますよう、お願いして回るつもりでおります。私からの記者会見、内容は以上ですが、ご質問があればお受けいたします。